今から生理についてのご説明をいたします。生理、つまり月経とは、不必要になった子宮内膜の体外への排出のことを指します。女性の体は約1ヶ月に1回卵巣から卵子を排出します。これを排卵と言います。女性の体は排卵に合わせて子宮内膜を厚くします。そして受精卵を受け入れる体制を整います。つまり赤ちゃんのベッドを作って待っている状態のことを言います。しかし卵子が受精しなかった場合には、準備していた子宮内膜が不必要になります。子宮内膜は剥がれて体外に排泄されます。これを生理、つまり月経と言います。生理、つまり月経は2種類の女性ホルモンの働きにより起こります。生理が終わってから排卵までは卵胞ホルモンの分泌が多い時期です。この時期を卵胞期と言います。卵巣の中の卵子の元となる原始卵胞が成熟します。原始卵胞からは卵胞ホルモンがたくさん分泌されます。その影響で子宮内膜はだんだんと厚さを増していきます。排卵後から生理までは黄体ホルモンの分泌が多くなります。この時期は黄体期と言います。黄体ホルモンが多く分泌されることで、子宮内膜は排卵前よりももっと分厚くなり、妊娠に適した状態になります。女性ホルモンの働きについては別の動画でご説明いたします。以上で生理についてのご説明を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。